はい、えー、これもちょっと関連する話なんで、えっとまあ、取り上げさせていただきますがあのちょっとね、これ最,あの最近知ったんですけどあの鴨頭よ人のオープンチャットであの入ってきた情報であの竹内社長あの最近で、ね、ユタボに100万円投げてそのクラファン達成させたことで今話題になってますけどこの竹内社長の切り抜きさんが、えー、鴨頭よ人の不正通報でチャンネルバーンされてしまったという情報が入ってきましたちょっとね、その詳細のツイートとか下に貼っておきます。で、えーまあ まこれがですねまあどうやらまああのまあ 同じパブリシティ権の侵害でこれがバーンされたみたいなので、えー、ちょっとこれ、まあ、今チャンネル作り直してるみたいなんですけども、あのー、まあ、ちょっとその被害に遭ったチャンネルは、えー、今復旧できない状態になってしまってるということでございますね。で、まあ新しいチャンネルの方ね、今作り直されてるあみたいなんで、そちらの方ね、下にリンク貼っておくのでね、あのー、皆様ぜひ登録していただければと思います。はい。ということでね、えー、まあ、ちょっと竹野社長、もしかしたらこれ、この件ご存知ないのかもしれないなって思うんで、まあ、ちょっと説明、まああのー、しておくと、 まこれ青路王子の切り抜きさんとかがこれ10え去年の年末ぐらいとかにすごいやられたんですね。で、まあ、その青路王子がライブ配信で鴨頭のことを、えーまあ、言ったことをまあ切り抜いた、えー、動画をもう全てあの鴨頭よし人が、まあ、その。 まあ、パブリシティ権の侵害っていうので消して回ってそれで何人かチャンネル番にされちゃった人とかがいるわけですよでまあ青白王子がそれで、まあ、その切り抜きさんを通報するのを、まあ、やめてくださいっていうことを、まあ、鴨頭に直接言いに行って池袋のね焼肉マフィアまで行ってそれで、まあ、鴨頭に頭を下げてそれで、えーまあ、最高級のねそんあのシャンパンをその店で開けて、まあ、手打ちということで、えーまあ、青白王子は今後、えー、鴨頭の動画にあの鴨頭についてはもう一切言及しないということで切り抜きさんも、えー、僕の動画から 鴨頭の、えー、ことを、まあ、その切り抜いてて発信するのはやめてくださいといとうことで、まあ、お互い手打ちということになって、まあ、実質上それで青白王子が、えーまあ、頭を下げて、えーまあ、苦渋の決断をして、えー、鴨頭の,その通報から切り抜きさんを守るということをやったわけですねで、まあ、鴨頭が、まあ、その青白王子がそれを話している、えー、ライブ配信の、えー、中で、えーまあ、1万2千円のスパチャを投げて YouTube 講演家鴨頭よし人にいし人についてどう思いますかあなたのファンを裏切らないように、えー、素直な気持ちを、えー、聞かせてくださいっていう、まあ、投げ銭を すごい下品な投げ銭をしてそれで、まあ、その状況で言ったら切り抜きさんを言っちゃえば王子王子は人質に取られてるわけじゃないですか、まあ、その状況で褒めるしかないっていう状況に追いやられてそれで称、えーまあ、賛するような、ね、コメントを強要されたっていうね、まあ、そ,ういうそういう事件が年末にあったわけですよと、はいまあ、いうことがあったんで、えーまあ、それと同じことが竹野内社長の切り抜さんにもついても、まあ、起きてるということでございます。はい まああのー、ということでね、まあ、ちょっとまあ多分ご存じないのかなって思ったんで、ちょっとね、一、まあ、本これ動画にしてみ、えー、ました。で、まあその、まあ、竹内社長は、まあ、ちょっと前の動画、まあ あのどなんんか動画でで話したんですけど僕はちょっと一度だけねあのお会いしたことがあって、まあ、そんな長い時間じゃないんですけれどもまあえー、まあ、まあ、マージャンをねあの、まあ、一緒にやったっていう、まあ、ぐらいなんですけれども、うん、まあそんな感じで一応面識はあるっていう、まあ、感じでまあなんですけどねかあと竹野内社長がその他のチャンネルの他の切抜きさんで鴨頭嘉人について言及してる動画を見たんですけども、まあ、すごく否定的な見解を持っていると言いますかあの、まあ、コラボする気があの 1, ミあの、まあ、1ミリもないみたいなこともおっしゃってたんでおそ、まあ、らく鴨頭 アシストに対してて持ってる感情っていうのはまあ多分まあ僕と、まあ、あの近いあ同じような考え方を持ってるんじゃないのかなというふうに、まあ、思うのであのー、まあなのでちょっとこの件についてはちょっと何、うん、だろう、うん、対処して、あのー、いただけたらまあ嬉しいなという感じでございますっていうかまあこれこのままだと他にもあのー、何本かその、えー、鴨頭のあれがその役に立たないみたいなことを言ってると桐生さん何本か。 動画見つけたんででこれ危ないですよ他の,チャンネルも他のチャンネルもこれバーンされる可能性があるんでちょっと何,何らかの対応はしないとあのー、この消されちゃったあの方以外の金融さんもこれ危ないんでちょっとこれは早急に動いた方が僕はいいと思いますまあだからこれは具体的にどう動くかっていうと、まあ、やり方は二つあって一つはまああのー、まあ牽制する動画を出すかっていう話ですよ鴨頭から今あのこういう被害を受けててそれでまああのー、まあ広ロっていうやつがまあ今訴訟をやってるのでもし消された方はあのー、まあ僕にあのー 弘氏にあのあの消された動画のスクショを送ってそれでまあ訴訟に参加してくださいっていうのが一つかもう一つはまあ青白地と同じようにまあ鴨頭のところに人魚を切りに行ってその切り抜きさんに対しての通報をやめてくださいと今後、えー、僕は、えー、鴨頭に対して、えー 発言しませんのでみたいなことを言っっっててて切やるっていうまあこのまあ二択がいいかなというふうに思います。スルーしとくとこれ多分やられちゃうと思うんで他の金気さんりの人も。だからまあどっちかその訴訟に参加するか手打ちをするかどっちかはやられた方があの早急にこれ危ないんで他の金気さんもそうというふうにまあ思いますま。ああスルーするっていうのもね一応判断としてまあ,あると思うんでまあ一切かからないっていうまあそれは経営判断としてねそれはいろんな諸般の事情とかあると思うんでまあそれはあのまあ決定まあするのはまあその。 武之社長、まあ、ご自身になると思うんで、まあ、そこに関しては、まああのまあ、ご自身で決めていただければと思うんですけれどもあのちょっとだからさんを守っててあげてほしいいいなという,ふうに思います、まあ、僕の方でできることとしてはこのもしあの消されてしまった場合にこの、まあ、訴訟に参加するということでこの賠償金をねあの山分けすることができるのでお渡しできるっていうのと、まあ、あとはこの訴訟に勝った場合にこの不正通報っていうのをこう二度と鴨頭にやらせないっていうことができるなおかつ鴨頭の YouTube チャンネルをこれでバンするあのバンできる可能性が高いので えーまあ、そもそも鴨頭自体を YouTube から追放するっていうことができるということが挙げられます。あとうーん、まあ、加藤先生のねあの、まあ、さっき挙げた動画で僕が今相談してる、えーまあ、弁護士さん。 のところに今実はその,大手の新聞社からら取材が来てるらしいるしんですよねこの、まあ、著作権侵害 YouTube の,この不正通報に、えーまあ、関する、まあ、訴訟で初めて日本で初めて勝ったということで加藤先生のところに今取材が来ているらしいんでこれ鴨頭っていう、まあ、あの登録者ねあの消す前あの表示消す前は109万人いた一応まあ日本の YouTuber の中ではかなり上位にあの入る、まあ、YouTuber がこれで敗訴した、まあ、チャンネル版になったってなったら、えー、これは大きなニュースにまあなると思うのでこれに1枚かんでおくっていうのはこれは宣伝効果としてもある程度意味はあるんではない かなと思うので、えー、まあ、僕としてはねぜひあのご協力竹、えー、野社長にはご協力いただきたいかなという風に思います。まあ、ただまあ、いろんな判断があると思うんで、まああのーまあ、スルーされるっていうのはまあそれもまあ、あのー、事情があったら仕方ないことだと思います。ただまあこの桐抜さんはちょっと、うん、まあ、守ってあのー、開けてほしいなというのは僕は思います。まあ、どんな手段を あの取るかそれはまあ、あのーまあ、ご判断になっちゃうと思うんですけれども、はい、まあそんな感じで、一応僕としてはそういうことが今、あのやってます、訴訟、えー、訴訟をやるということで、ちょっと切り抜きさんたちを守る、えー、動きを今してるんで、えー、もしご協力いただけたら、えー、ありがたいですという話でございました。はいということで、ちょっと竹之内、えー、社長の切り抜きさんも被害に遭っているとはいいうことで、ちょっとそれは、まあ、ちょっとご本人知らないかもしれないんで1、一、え、本、ー、動画にしておきました。まあ、らか、えー、もし対応されるようだったら、ご連絡あのいただければと思います。よろしくお願いします。